活躍で三成は難を逃れたが、これを契機に徳川家康の天下取りが加速。三成と兼続は密かに家康打倒の策を練る。兼続は直江城を家康に送って宣戦布告。それに呼応して三成も兵を挙げると、天下を二分する激しい戦いが始まった。上杉に挟撃されることを恐れた家康は、伊達政宗に上杉の背後を攻めるよう要請。政宗と兼続は長谷道場で激突した。天下に気概を示さんとする友兼続と共に、前田慶次最後の大歌舞伎が幕を開ける。戦国最後の大歌舞伎、花と散ろうが悔いはねえ。第5話、長谷道の戦い。さあ、派手にしようか。Yeah.
態勢を整える。全軍急げ。ここで果てるわけには参らぬ。
き男だった。てんで待ってな、すぐに会いに行ってやるさ。天下御免の大歌舞伎見知ったか。刑事まかり通る。